ありがとうございます。お弁当箱つむ風呂敷みたいなやつありがとうございます。おっぱいありがとうございます。花丸ありがとうございます。あ、この鉢は後で後々使うものなのでまあ気にしないでいただいて。花丸ありがとうございます。おっぱいありがとうございます。今日桃の部屋、桃の部屋は23度ある 23.9 度ある。そりゃ暑いはずだ暑いよね。やっぱだってさ、暑いなと思ったの。じゃ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 ーん、ヒートテック着てるからヒートテック着てるから暑いよね。ワンの部屋25度あります。暑いね、暑いね、夏みたいね。しっかりワンピースにさヒートテック着ちゃったそれ暑いわ。やっぱそう、いまだにヒートテック、はい、昨日なんてヒートテックの下にキャミも着てたよ。寒かったよね。それもやはりヒートテック着てたか Yes I am I do か。私はミートテック着ています。25点4時間と管理ありがとうございます。20度でやんす。 23.9 度でやんす。でやんす、でやんす。うるさい美女様だって。あ、美女様だけでいいですよありがとうございます。朝と夜はそこそこ寒いですから。でしょ、そうなの。もう大しかかった、ありがとうございます。ヘッドテック着てたら暑いよ。暑いだから今暑いんです。朝は冷えるからね。寝るよね、やっぱ朝学校行くとき超寒いもん。100点満点のギャグお願いします。いや、そんなこと言われてもね、急にうちも 23.9 度でした。同じじゃん。本当ありがとうございます。20度だからヒートテックとトレーナー着てるでやんす。やっぱそうでやんすよね本当ありがとうございます。今日はピンを3つつけました。あ、ちょっと歪んでるね。紫、青、ピンクというピンをつけました。レインボーの星ありがとうございます。音符ありがとうございます。半袖なんですか。あ、嘘、半袖着てんの今。え、今現在ですよ。今半袖なう。へえ。音符たくさんありがとうございます。今日はなんだか花粉がやばいです。あら大変。もうたん花粉じゃないからわかんない花粉症じゃないからわかんない。短パン履こうかな。ブルマです。嘘つけブルマは嘘ついたでしょ。ちょっと話持ったクン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 。割り稽古のアコバンありがとうございます。おっぱいありがとうございます。そう、あの5月15日16日の一部二部トーク会、なんと両方完売したそうです。イエーイ、ありがとう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 ドラマでやってた喜びの前、ありがとう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 ありがとうございます。皆さんありがとう、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 ありがとう乾杯に乾杯。あ、アルコールしかない消毒しかないハンドジェルですね、こちら。乾杯じゃあ一応なんかやっぱね、消毒持ったらまぶしい。ちょっときれいにしてきますねわアルコールってそっちの、あの大人の方のアルコールじゃなくて、あのこっちのアルコールね、あの消毒すいませんね、誤解を
飲ませてもらう。違うんです。あ、べちゃべちゃする。これ消毒の方ですよ、皆さん安心してください。確かに消毒って言われてダメだ。消毒です。おんぱありがとうございます。大人の方じゃない。そう違うの、違う。あの消毒の話じゃない。本当に皆さん、トーク会の券たくさん買ってくださってありがとうございます。もうのもうとお話ししたいなと思って券を買ってくれて本当にありがとうございます。ありがとう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 。メモじゃない。オープンありがとうございます。本当にありがとうございます。いっぱい買ってありがとうございます。音符ありがとうございます。何回やんねん。本当にありがとうって思ってる。ありがとうありがとう。本当にありがとうございます。どこの芸人や、アイドルです。なんかムカつく。だって嬉しいんだもん。7分遅刻しました。うわ、シャボにしたら10分になっちゃうぞ。来てくれてありがとうございます。でもただ俺撮りたいだけ。違うよ、ありがとうの舞。ありがとうございます。皆さんとお話しできるの待ってます。買えなかったです。だって買えなかった。あと振り替えかな、あのどっかがねなんか残ってるまだ。そう、もうやらなくていいよ、分かった。そう、またどっかある時ぜひ来てください。花丸たくさん10個ありがとうございます。モーターはなんでいつも端っこのレーンなの。分かんない。もう分かんない。カンバーマと次は3分増えるはず。はずなるかな。なったら嬉しいね。音符ありがとうございます。今週も東海楽しみにしてます。ありがとうございます。水木金あと3回寝れば東海の日です。はい、待ってます。音符ありがとうございます。そしてはい、昨日は昨日はですね、7時半からだったっけな、SK48 の平均見てくれましたか。 DTV チャンネルさん、光 TV さんで配信されました。あ、4回寝なきゃいけないのか。お願いコメント読んで。はい、読んだ。解決。ありがとうございます。そう、マナーのやつ見てくれましたか。見逃しました。なんだと。見逃し配信やってますよ。見逃し配信を DTV さんでやってますよ。ぜひぜひ見てください。20点はすごい。ももどうも、20点です。20あれももたち、ももがマナーに呼ばれた理由は、マナーのね、その収録に呼ばれた理由は、マナーができないということで、マナーが、多分今回収録した須田さん以外の4人が、多分SKEの中で、一番できてなくて、多分マナーが。それでもう、その中でも20点で、多分一番低かったから、多分一番マナーできてないんでしょうね、SKEで。あはっ、あおやっぱそうだよね。どうもマナーの点数20点の女です。そう、事前になんかそういうあったの、なんかアンケートで、なんだったっけな、なんか平凡みたいな、あ違う、平凡なんかさ、なんか平田服、違う、平服
何を着てきますかとか、あのドアのロック、コンコンノック、そうドアのノックは何回ですかとか、なんかあのフォークとナイフはあのどのように持ちますか、いやそんなんじゃなかったなドア違う、ドアじゃない、ドア思った、フォークとナイフは、え違う、あそうだ、フォークとナイフはどのように切りますかみたいな、あそうだったかな、そんな感じのアンケートがあったんです、事前に。それでそのアンケートに答えて、そう最初のそのアンケートになんかそのマナーについて自信はありますかみたいな書いてあったの。そう、そのこのマナーは自信がありますかって、ありますって答えたそうちゃんとね、あのそう書いたんですけどありますって。そうあのね、多分アンケートを答えたその様子はね、ちょっとね、あのその TV さん、光 TV さんとかで映ったと思うんですけどそう多分ね、ドアのノックのところだけ映ってたと思うんですけど、そうももが思った平服の答えは、もう平服がまず意味わかんなかったから、ももが好みのピンクでフリフリのレースがついた可愛いワンピースって書いてある。わかんないの、いまだになんかそうわかんない、もう好みの服買いちゃったあれおかしい、もしかしてわかんない、もう平たい服とかそういう発想も ついてこなかった、もうわかんなかったから、もうの好みの服買いただけえ平服って肩出しの服なの、嘘、えそういうこと、イコール肩出しみたいな、毎日コンコンコン言ってんのに、え待ってどういう関係そう、なわけないですよねですよね、そう、あのそうなんですね。でもねマナーは多分あの今回あの初めてマナーをあの収録で習えたので、あの多分ね、受験の前とかにあのノックは何回しますとか、そういうマナーとかを中学3年生で習うみたいなので、ももはもう今回習ったので、多分ね誰よりも、まあ、中学3年生であと半年後ぐらいに学校で習う時は多分誰よりもできるでしょうねテーブル付近は折って折り目を内側にして、内側でポポポポポって拭く、縁側からポポポポポって拭く、持ち帰っちゃいけない、その場に置いていく、もう分かったもう分かった、もう分かりましたよもう分かりましたあとパンは切るみたいな、あ違う破る、違うちぎる。でも本当にマナーを習ったんですけど、そのマナーの時に食べたお肉が本当に美味しかったそうお肉美味しかった。初めてなんかさ、初めてなんかもうはそんななんかあんなご高級っぽいなんかレストラン行ったことなくて、なんか初めてあんななんかお水なのになんかこんななんかすごいなんかあんな瓶に出てきたの初めて見たそう、あとなんかパンの上にさ、あの何なんかあの黒いイクラみたいなやつ、キャビア、パンの上にさキャビアとかさ、なんかカニの黒いやつとかさ、カニ味噌かとかさ、あんな乗ってんの初めて見た初めて見た。そうち
っと一回ちょっとあの平均のことまだ話したんですけど一回テロップ出しまーす。じゃん、結局キャビア705日ありがとうございます。今日学校で食べたツイストロールパンっていうくる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 ってなってるパンが美味しかったです。給食です。カエルが泣いてる。705日ありがとうございます。こんぐらいになってたの本当に、くる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 って。で、あのもう中学3年生の男の子とかってめっちゃ食べるじゃん。もうのね、お隣の席の子ね5個食べてたよパン。普通はこれ1人1個なんですけど、これぐらいの大きさね、これぐらいの大きさのパンを隣の子ね5個も食べてたよ。すごくない？びっくりしちゃった。びっくりした。なんかね今日お休みの子がいっぱいいてね、なんかいっぱい余ってた、だからなんかいっぱい食べてた。え、そう、めっちゃ余ってたの今日。なんか減らす子もいたの。そう、減らす子もいて、なんかすごい余ってて、そう、なんか大食い選手権見てるみたいだった。それで、そう、それで、あの、平均の、その、マナーできてない組だったんですけど、あの、収録できて勉強になってすごく楽しかったです。そして、須田さんと一緒で嬉しかったです。え、そう、あの料理は収録終わってからちゃんと食べました。そう。収録の時は、まあ、一口食べてみたいだったんですけど、収録終わってから、ちゃんと、普通のお食事をしました。普通に食べました、あの残ったご料理。美味しかったです。結局感想は須田さん違う。でもすごくない須田さん、だってさ全部分かってたよ。あのさ、ごちそうします、違う。違う。あの、ご頂戴いたします。間違えた。そう、そうだから、もう給食でこれから食べるときは手を合わせてください。手を合わせました、いただきます、ご頂戴いたします。って言おうと思う。ね、だって須田さんで、もうも須田さんぐらいの年齢になったらできてるかな。できてないだろうね。本当ありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。まだね、今日のモモの今の話聞いて、まだ僕見てないので全然わかんないって方、まだ見逃し配信まだ配信してます。まだ見たいよって方、まだ何回も見れます。ぜひ DTV チャンネルさん、ヒカル TV さんでぜひ見てください。できる未来が見えない。未来とは1秒後スタート。ケイ、そう、全部食べれた。野菜、なんかあのお肉に入ってるあのすっごい大きなアスパラがびっくりした。急に何の話って感じなんですけど、こーんアスパラってさ、普通さ切ってあるじゃん、切ってない家庭もあるかもしれないですけど、こんな長かったの。こんな長いアスパラが丸ごと1個入ったんだよ、びっくり。そう、終わってから食べたんですけど、あのそれだけもう残してて、そのアスパラだけで、あの須田さんに、あのこのアスパラ食べないと、あのお肌綺麗になるよって言われたの。アスパラ食べるとお肌綺麗になるよって言われたけど、あ、どうしても無理だった、こんな長いんだもん。そう、つくしかも、え、つくしじゃないよ、そんな長いの本当にアスパラガスです。まあまあそこまで大丈夫。アスパラ苦手だったっけ、え、苦手じゃなかったけど、なんか長すぎてびっくり。
短く切ったらいいの。え、でもなんかもう見た目が長いと長いって感じじゃん。わかんない。ハートありがとうございます。とにかく収録はすごく楽しかったです。あの先生もね、マナーには厳しくね、してくださったんですけど、収録中でも収録のその合間とかは何歳とかなんかすごいお話ししてくださって優しかったです。そう、またありがとうございます。そう、何歳とか収録終わった後はさっき言ってること分かったとか聞いてくださってすごく優しかったです。はい、そう、チュロスも長い。なんで今チュロスなの。年齢含めて判断。だって習ったことないもん、マナなんて。わかんない、習ってんのかな。え、でも中学3年生で習って聞いたよ。はい、ということでテロップでします。何回も見ます、ぜひ見てくださいね。まだ見れますからね。はい、じゃん。ということで今日は風船ゲーム、イエーイ、パチパチパチ。ということで今日は風船ゲームをしたいと思います。こちら蜂の理由がわかります。昨日台が壊れたので新しいのに変えたんですよ。スマホ置いてる台がパキーンって割れちゃったから新しいのに変えました。あ、いいねいいねいいね、イエーイ。あ、いいねいいね、蜂の理由はこれです。でも蜂だけ隠したかったんですけど、どうしても映っちゃうからもうしょうがないかなと思って。あ、ピコピコなんないや。はい、ということで本日はですね、ピコピコハンマー風船ゲーム、イエーイ。これはみんなにも協力してもらうんですけど、まずみんなに1から10まであります。番号見えますか、ちゃんと太く頑張って書いたんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10までの数字があるんですけど、アンケート機能でまず1から10どれにどれがいいか選んでもらいます。そして1ってアンケート機能で1が一番多かったら後ろ向きになって1をめがけて、で、あ、全然当たんなかった。で、後ろ向きでボーンってやって、ボーンボーンって当たればオッケーってゲームでーす。もも独自のゲームでございます。はい、ということでまずはですね、皆さんにアンケート機能でどの番号に当ててほしいか決めたいと思います。それでは10択当ててください。キュー。当ててくださいっていうか、どれですか、当てる気ないくせにあるし、激おこぷんぷんぷんすかまる。簡単そうな3から、あー確かに、確かに3の方が簡単だね。もう3が一番難しいかなとか思ってつけたんだけど、確かにそれぐらい、うわそれぐらいやっぱそうだね。未来か未来かは一秒後次の日か落ちたどうか落ちてないとかそんな隙はが現在。みんなが動揺してる間。はい、ということで投票終了します。3、おー、みんな優しいね。3が一番多かったので全部投げた。おー、いい。3が一番多かった。
たいと思います。1回目ん違う じゃあもう一回のカムチ、今の話、今の話、今の練習、もう一回、今から本番じゃあ許して許して、今から本番ね、オッケー今から本番それではいきます。1回目投票開始。次は何番ですか？でーん、踊ってますね。もう一度走ろうか、胸が熱く抱きた、いつの日からだろう、僕が歩き出した、生きるとは走ること、いてを立っても言われず、前の目に夢見る。はい
もうね、ここのごめん、ももが踊ってることになって見えないんだね。ごめん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 、あちょっといいですか、あのもうここの感想が本当に、あ、見えます、ここの感想が本当に覚えなかった本当に分かんなかった。次からむずいの。生きてるって風を感じるよ、意味分かんなかったこのなんかいっぱい動かして意味分かんなかったそう、まだ踊る対応できました皆さんそれでは終了します。4番、おー4番いきます、せーの、え、惜しい惜しい惜しい、この調子ならいける、惜しい惜しい惜しい、ほんと2回目おー、オッケー、ラストもうダメやん、ダメだけれども、まあ一応罰、ダメだとちっちゃく罰でしょうかね、はい、それでは次行きます、投票開始、見えます、見えますかそれでは踊りますコスモスの花はどこか寂しく見える、何も言わずに揺れて季節に送るだけさ、薄め見えます薄めに抜き置くわ、心の片隅でもういなくなる君の微笑み、踊りたいんだけどそんなことないよ遅れました、楽しそうなことしてる、楽しそうなことしてますよここがメインです、違う違うはい、6番了解メイン企画はダンスで違いますよはい、6番いきます、こっからこういきます、あら今1番に当たりそうだね、もう1回いかねー、力強く3回目あ惜しい、え、超惜しかった、え、ちょ、もう一回やりたい、え、ちょっとさ、今回だけ特別ルール追加、もう一回やりますもう一回やりたい、一回やらせて、あ、ちょ、もう一回あ、ちょ、もう一回全然惜しくない違う違う、でもさ、どこでどう奇跡が起きるか分かんないじゃんね、はい、何度何度してもなんで3が当たったのが奇跡ですなんで？奇跡というほどでも、じゃああとラスト、ラスト1回チャンスをください、じゃあラスト番号を選んでください、ルール教えて、ルールはあのある番号に皆さんがアンケートで1ってこ1が一番多かったら、もが後ろ向きでボーンって風船を取ってボーンって1に当たれば OK ってユゲオです。わかりました。わかりましたか皆さん。
ってる。好きになりました。さらに。当てるだけのゲーム。あ、その、そう言われればそうだけど。アイドル見た。一応アイドルだよ。はい、それでは投票終了します。10番。OK。10番いきまーす。ここからだね、10番。あ、こっちからなんですかな。いきまーす。ミカル。あ、いけ、あー3回目。チーン。はい、ということで、モモにはあんまり才能がなかったということでいいかな。はい、ということでこのゲーム終了です。もうこれはじゃあもうが悪いです。普通にもうが悪いのでもう罰ゲームします。なんで何があります。何がありますか。例えば、あ、スクリーンショット。記念。せーの、あ、ピコピコハマ持った方がいいね。はい。記念のスクショ。せーの、はい、チーズ。何のスクショって感じ。モーターゴいいよ。いいよ、ちょっと待って、ちょっとラッちゃんたちを出すね。じゃあモーターゴからそう、なんかトーク会でもね、そう言われれば、そうトーク会でもなんかずっと結構みんなからモーターゴまだですかっていうモーターゴを早く登場させてくださいっていうご意見が結構あって、ちょっといろいろ入ってまして、そうなんだよね。モータンゴを最近出してなかった理由はラッちゃんたちが入っていたから。はい、それでは、まあ、久しぶりにね、一人車ごっこします。ちなみに皆さん年齢考えてくださいね。中学3年生ですよ、もう。はい、あ、こういう感じもあるよね。あ、でも運転がいいよ。これにしよう。これにしようっと。はい。あ、それでは。あ、なんかボールペン入ってる。ちょっとペン救出。ボコってしたもんなんか。それでは今日の表紙もう一回。あ、まだ乗れるよ。じゃあそれでは一人モータンごっこ、じゃあモータンごっこじゃない一人モータンごかっこなりきり車、それではいきまーす。よーいカット。ブーン。どちらに行きますか？あ、タクシーの運転手さんでしょ。どちらに行きますか？あ、サンシャイン栄。わかりました。それでは安全運転で行きたいと思います。道路のスピードは60キロ。それでは行きます。ちょっとカーブ入ります。キーン、キーン、キーン、ブーン。すいません、ここカーブがね多い道なんですよ。ウィーン、ウィーン、
シアニさん、これ SK48 劇場お楽しみください。ありがとうございました。どう、モーターの運転は。え、高い、嘘、タクシーって高いイメージがあるんだけど。嘘、え、タクシーって高いんじゃないの。ももにはそういうイメージがあったから高くしてみたんだけど。公園代金込みですか。あ、違うよ。違うよ。それでは大誕生にラッちゃんたちを戻させていただいて。はい、高いよ。嘘、高い、ね、感動しました。あれ、ありがとう。なんかこんなモータンがモータンを乗っていた、乗っただけで感動していただけるなんて嬉しいですね。え、それでは元の場所に戻ります。カモーンって動いてきたらいいね。ね、音楽かなっけ。めっちゃ入れるやん。だってだってさ、ちょうどいい入れ物。ちょっと待って、マット、もものマットね、なんか形、もものマットね、もものうちのこういうマットなの、わかる。なんかあのうさちゃんとかが書いてあって、うさちゃんの尻尾とか一個ずつ当てはめていくマットなんですけど、それが取れたんで今当てはめてます。 OK。 よくさ、なんかちっちゃい子とかがさ、あの支援センターとかでさ床で遊んでるやつ、そう、これこれ、このマット、このマット。そう、もうそろそろね、変えなきゃいけないんですけどね。もうそろそろ変えようって言われるんだけど、もうあのマット案が気に入ってるの。レーボンの星ありがとうございます。クモの部屋、花丸ありがとうございます。音符ありがとうございます。中学3年生の部屋にしては可愛いです。中学3年生になってから考えましょう。ん、待ってよ、今もも中学3年生やないかい。もうそうやん。それでは熱っ歌歌いまーす。乗りつくみ、どうも。どうも、中3になるとこういうこともできるようになるんです、多分。小学生じゃないの、違うよ。花丸ありがとうございます。いつも絡むイヤホン。はい、それでは来た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 、ああ、あったー。オッケー。それでは2から始まります。何だと思いますか。2です。それでは聞いてください。平野桃奈で強き者よ。
じゃねーちょっと長かったで強き者を聞いていただきましてありがとうございます。で、ありがとうございます。強き者はあのジュリナさんのコンサートの時で初めて2番踊りました。はらわれありがとうございます。そう、初めてあの2番をあの踊ったし、カラオケでも初めて強き者を歌いました。そう、歌ったことなかった強き者を。さんが3歳の頃何が？あ、曲？でもそれぐらいだね。多分あのモーが生まれモーが2歳の頃とかにあの SK ができたから、そう、それぐらいかも。3歳か2歳か。めったに行かない2番ね。だね。僕も歌ったことありません。でしょうね。ゴゴゴゴゴン。あれ、お片付けして5番が消えた。あれ、パパ、ここあー、なっちゃんのサンドボス取れちゃった。ここここここ、マヤゲーコの奥番ありがとうございます。熱っ、めっちゃ熱いね今日。オープンありがとうございます。ゴーゴー、まあ、ありがとうございます。それでは取れるんだ。バラしちゃった。5月2日ももたん完売してるんで、これいけませんでしたって。また東海ある時ぜひ来てください。待ってます。ゴー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 ゴン、マリヒエゴのワークワンありがとうございます。初見さん、SK48 チーム S の14歳の平野モーナです。よろしくお願いします。4月21日は真夏、明日待って、53分ランキングだ。それではいきます。13位の SK48 のバトの方ありがとうございます。12位のマルタのバトの方ありがとうございます。5月はめっちゃ話してます。どうしよう、何どうしようって。11位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。4月25、5月2、5月16いくよ、ありがとうございます。たくさん来てくれるの楽しみにしてます。10位のうさちゃんが人参かじってるおぶたの方ありがとうございます。証拠写真。これで来てなかったよ、からね。あれ、来てなくなかった。9位てんてんのふゆちゃんのぶたの方ありがとうございます。そうそうですね、東海ラジオさん 1+1=2 じゃないよの YouTube の方、ラジオじゃなくて YouTube の方があの公開されたので、あの多分あの YouTube の検索のところで平野をなってやれば出てくると思うんです。はい、ぜひ見てください。ミュートペアのやつの、あの、ん？違うね。ミュートペアのやつのラジオの動画です。ぜひ見てください。8位のうなるちゃんのボタンの方ありがとうございます。ラッキーセブンまるのうなるちゃんのボタンの方ありがとうございます。6位のうなるちゃんのボタンの方ありがとうございます。5位のワルタのおたの方ありがとうございます。4位のうまるまるの下にぶさんが埋まっちゃったおたの方ありがとうございます。3位のワルタのおたの方ありがとうございます。2位のワルタのおたの方ありがとうございます。それではこのなんか入ってる。今までこんな音しなかったのに。ピンポンパンポーン、チェケ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 ジャン。今日のチームのワルタ
間のおたのことありがとうございます。電池外れたんだと思った。でも分け方わかんない。それではいきます。せーの、 L O V E の生まれたのおたのことありがとうございます。嬉しいことよね。だってありがとうございます。嬉しいことないか。それではぴょんこ出動。それではあの子が登場。しっかりやってさ、ももさ、たバネだったら飛ぶんだろうね。ももさ、新聞紙までちゃんと詰めてあるからさ、全然壊れないの。すごくない？上手いね、あなた。はい、こっちが本物のぴょんちゃんです。はい、ということで橋本ゲストもありがとうございます。今日の大富豪は21時から21時半までやります。ぜひ対戦よろしくお願いします。ボマ大富豪です。おでこ汗かいてる。おでこは多分ね、ケープこっちの方が汗かいてる。はい、ヒートテックか。ヒートテック見えたなんて言えない。はい、ということで6200人の方見てくれてありがとうございます。大富豪対戦ぜひよろしくお願いします。首も汗かいてる。いやだ、そんなとこ見えるの。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。明日のショールームの時間はまたご連絡します。初回さん、SK ホテとチーム S の14歳の平野モナです。あと1分ですけど来てくれてありがとうございます。それでは二人したいと思います。左手出して右手出して、ヒートテックを見せるのもファッションの一つ。そうそう。はい、ということで、いきまーす。せーの、ニニン、ありがとうございました。バイバーイ。大富豪の対戦もよろしくお願いします。バイバーイ。